横尾達康は愛知県出身のバスケットボール選手である。ポジションはシューティングガード。竹内世代の一人。洛南高校3年生児の2002年全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会でベスト4。2003年に1月開催の第33回ウィンターカップでは初優勝に貢献する。同期の竹内康介、常時兄弟がいる。 2003年4月、明治大学に進学。卒業後の2007年、日立に入社。2010年、日立を退社して、BJ リーグトライアウトを受験。6月の BJ リーグドラフト会議で、新規参入チームの島根スサノーマジックに、ドラフト全単1位で指名される。島根加入後は1年目より主力となり、2010から11。 シーズンは、レギュラーシーズン50試合に出場し、プレーオフ進出に貢献した。2015から16シーズンは52試合に出場し、自己最高の1試合9.4得点を記録。3ポイント成功率45.8%で、リーグ1位を獲得した。ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグ発足後の2016から17シーズンは59試合に出場し、 地までの B2 リーグに地区優勝と B1 昇格に貢献した。2017から18シーズンは B2 の熊本に移籍し、41試合に出場。2018から19シーズンは B2 の茨城に所属し、26試合に出場。2019から20シーズンは B3 の埼玉ブロンコスと契約し、25試合に出場。 シーズン途中の2020年2月6日に B2 の香川ファイブアローズに移籍し8試合に出場した2020から21シーズンも香川と継続契約した同シーズン限りで現役を引退母、ヒロコは元第一官業銀行のバスケットボール選手で全日本選手として1979年世界選手権にも出場した父も 元豊田通商のバスケットボール選手、松江市出身の妻がいる。ありがとうございます。